JR 東日本や秋田ペッカーズは秋田県秋田市で活動している社会人バスケットボールチームである。母体企業は JR 東日本秋田市社。東北地域リーグに所属している。ペッカーズは白神山地に生息するクマゲラを意味するブラックウッドペッカーから来ている。国鉄秋田管理局時代の1947年に創部。総武 2003.2004年の全日本実業団選手権で連覇を果たした全国的な競合として知られる。2018年より東北地域リーグに参戦。2020年8月7日、部員14人中6人とその配偶者2人が新型コロナウイルスに感染したことが秋田市より発表された。同日の秋田県と秋田市の記者会見で、さらに、 部員3人やその家族、トレーナー、審判といった関係者の感染が発表された。計14人の感染者が報告され、県内では初のクラスターに認定された。また、チームに体調不良者がいることを把握しながら、県内の高等学校や愛媛県の社会人チームとの練習試合を行ったことも判明している。13日現在、 愛媛県の社会人チームの選手一人を含め関連した感染者は計19人になっている。上記のクラスター発生により SNS を中心に関係者を誹謗中傷する内容が投稿され8日、秋田市の危機管理官鈴木務は誹謗中傷行為を行わないよう会見の場で訴えた。JR 東日本秋田市社はこの状況を鑑み7日夜に ペッカーズのウェブページとブログを閉鎖していた。10月6日に活動を再開。現在はウェブページも復活し、ブログは新たに解説し直された。順位欄内数字は参加チーム数 CS 全日本社会人バスケットボール地域リーグチャンピオンシップ。ありがとうございます。